闇雲に向かってくるだけか。昔を思い出すな。この程度か。こっからが本番だ。消える。そうだろう。身に覚えがねえとか抜かすなよ。どうかな。もう遠い昔の話だ。若気の至りってやつか。実に興味深い話だが、今はそんなことより肩をつけよう。もしもし、ネロ、ネロなのね。何かあったの？キリエ、俺には君とクレドが唯一家族みたいなもんだった。今さら本当の家族がいたって言われてもどうすりゃいいんだろうな。あなたの選択はいつだって正しい。自信を持って迷う必要なんてないわ。ありがとう。君のその言葉が欲しかった。あと一仕事片付けてすぐに帰るよ。
あの時の俺はクレドを守ることができなかった。だが今回は違う。今度こそ誰一人死なせねえ。いいか、何度も言わせんな。お前の出る幕じゃ。すっこんでな、足手まとい。殺し合いしか能がねえのか。他にいくらでも方法はあるだろうが。終わらせてやるよ、このくだらねえ喧嘩をな。そんな理由でここまで来たのか。バージル、V、どっちだろうといいけどよ。ダンテは俺が死なせねえ。あんたもな。文句があんなら来いよ。死なせねえだと、マジで死ぬかと思ったぜ。ここでネロに勝てば、お前にも勝ったと言えるだろう。なあ、ダンテ。好きにしろ。どうでもいい。俺は休ませてもらう。俺が勝ったら言うこと聞けよ、親父。貴様は関係ないはずだ。下がって。関係ねえな。ふざけんじゃねえぞ。ネロ。貴様。やっと目が合ったな。それとも力を。両方だ、クソ親父。舐めてんのか。いるかい、こんなもん。
これほどとはな。おい、マジかよ。息子の腕まで奪っときながら負けるかね。そんなことより町の魔界化が進んでる。手遅れになる前に止めないと。確かに扉を閉じなきゃな。おい、負けたんだから働けよ。俺はまだやれる。だがこれ以上魔界化が進んでは勝負どころではなくなりそうだな。お前にしちゃ賢い判断だな。片付いたら喧嘩を続けるぞ。当然だ。待てよ、どこ行く。魔界からクリフォトの根を断つしかない。その上でヤマトを使って扉を閉じる。それじゃ戻る方法がないだろ。だから俺も行く。一人じゃ寂しいだろうしね。ちょっと待て。だったら俺も一緒に。お前がいるから行けるんだ。こっちはお前に任せるぜ。いいな。急ぐぞ、ダンテ。ああ、了解。おい、待てよ。風邪ひくなよ。じゃあな。次は負けんぞ。それまで預けておく。非常識にも程がある。何がだ。何が。腕だよ、生えてくるか。普通気色悪い。お前トカゲの尻尾じゃあるまいし。そんな驚くことかよ。他にいくらでも妙なもんがあるだろ。悪魔だの化け物植物がいるんだぜ。腕が生えるぐらい普通だって。デビルブレイカーを作った私の気持ちは知るか。とりあえず調子いいぜ。で、どんな気分。何がだよ。父親の敵を助けた気分。ダンテが敵だったわけだろ。どうでもいい、二人ともいねえし。寂しいなら別にここで泣いてもいいんだぞ。泣かねえよ。めめしいとは思うが、バカにはしないさ。泣かねえって。悪魔っぽいか。私も泣かなかったからな。でも、まああれだ。父がいなけりゃ私はここにいない。だな。だから別にいいんだぞ。泣きたきゃ泣いても。泣かねえよ。泣けって。泣かねえって。どう泣くんだ。黙れって。それでも来いか。お前ら誰も泣いてないだろうが。おい、近寄れ。マジで黙れって。私の肩で泣けよ。我慢すんな。次に泣くっつったらデビルメイクライ。クソ。
ったいやキリああ今戻ってるまだ言わないでおくけど見たらきっと驚くぜおお絶対に目ん玉飛び出るぞうるせえぞあいや違う君じゃないニコだあのバカがおしゃべりでなにやってんだ免許取り立てかうんああごめんかけ直すよ仕事が残ってたうんさらこれいるか私をなめるな腕があろうと使えるんだよ意地でも使えそれは芸術だだろうお前が使ってこそだな悪い気はしねえな ご機嫌だもどったら修理してやらないとなよ、悪魔も泣くんだって?じゃあ、いい声で泣いてみろ!